雇用キャンプの方で課題として伺ったのが2つありまして、1つが、まず専門的なスタッフということで、これはもちろん子どもたちをお預かりをして1週間なり2週間1ヶ月等の活動を行うということがありますので、子どもたちの、こちらに来てからの心のケアですとか、あとは行動面の安全管理とかということで、やはりこう1週間ずっとついっきりのスタッフがやっぱり必要であろう。ただなかなかこう1週間になると平日の期間もありますので、なかなかこうそこにずっと入ってくださる、スタッフの人がいないということが一つの課題かと思っております。もう一つはいわゆる放射能の影響がいわゆるこっちの現地じゃなくてこっちの、来ている方側でどういうふうにこうケアができるか、心身とか体のケアが必要か、に対するこのケアの仕方なんかの専門的スタッフ、特に医療関係の専門的スタッフの人が今の受け入れでは足りないかなということが一つの課題としてありました。二つ目は先ほど活動報告の中でも報告させていただきましたが、やはり資金的な問題、特にバス代ですね。こちらでの受け入れの資金については、ご寄付をいただいたりですとか、あとは食材の提供とか場所の提供等をいただくことで、だいぶ軽減はできるんですけども、往復の交通のバス代は、昨今いろいろな状況がございまして、なかなかこう値引きができないという状況もありまして、やはり70万から80万ぐらいかかってきてしまうと。そこをいかにどのようにして活動経費のほぼ3分の2ぐらいにも占めるこのバス代をいかにして集めるかというところが2つ目の課題になっております。で、その中で我々が考えた解決策ではないんですけども、一つとしてはいわゆる1週間単位でそれぞれ今やってるんですけども、それを例えば1週間ごと持ち回りにして、もう少し長期の1ヶ月単位をしなかった1ヶ月単位の受け入れも、視野に入れながらですね、その中でバス代の負担を考えていくということと、あともう一つは、今までどの団体さんもそれぞれ思いがあるメンバーが集まって、してきたんですけれども、やはり、4、5年経ちまして、なかなかその思いもつながら、思いもなかなかですね、続かないということもあるかと思います。やはり国としてですね、今あるこの現状を作ってしまった責任をですね、取っていただくと。その放射能に対する影響がないという国の、意見はもちろんそれはあるかと思うんですけれども、やはりこの福島県で放射能の影響を不安に思っているという、そういうその不安を作り出した原因はやはり、国の責任でもあるのかなと。やっぱりそこに対してやはり国としてしっかり支援を、こういう雇用キャンプも含めてですね、その不安を解消するための支援を、もう少しこう声を大にしていきながらですね、いただくような方向性というのが必要ではないかということで、話がまとまりました。はい、以上です。